渋谷和弘は、日本の作家、経済ジャーナリスト、大正大学表現学部客員教授、日経ビジネスアソシエス監編集長、日経 BP 社ビジネス局長などを経て、勤続30年となる、節目の2014年3月末で同社を退社、独立した。神奈川県横浜市西区出身、埼玉県在住、神奈川県立希望が丘高等学校、 厚生大学経済学部を卒業。1984年4月日経 BP に入社。日経ビジネス編集部に配属され、経済記者として7年間にわたり取材、執筆活動を行った。主に、マクロ経済、企業を戦略、環境問題を担当した。その後、週刊で発行していた時代の日経エンタテインメント。編集部や書籍を編集。 発行する出版局などに所属した。出版局の編集者時代にはビジネスパーソン向け漫画 NBP コミックスシリーズの編集に携わった。1998年3月日経ビジネス編集部に復帰。日経ビジネス副編集長としてのデスク業務と並行して20代から30代向けの別冊ムック企画を担当する。 手がけたムックの販売成績は本人曰く2勝3敗。2001年9月、別冊ムック開発の経験をもとに日経ビジネスアソシエ開発を兼務。2002年1月、日経ビジネスアソシエを創刊し、初代編集長に就任した。2003年6月、日経ビジネスアソシエの紙面をリニューアルし、観光頻度を月間から月2回間に変更する。 部数が徐々に伸び、広告出向も順調だったため、2006年4月18日号では10万部を突破した。2008年1月、移動により日経 BP 社ベンチャーサービス局長となる。その後、ビジネス局長、統合コンテンツ局長などを歴任した。2014年3月、日経 BP 社を退社し独立した。テレビやラジオのコメンテーター。 パーソナリティ、作家などとして活動中。1997年末発行のサンデー毎日市場で国内ミステリー第2位。ありがとうございます。